多方島善林寺は、京都市左京区栄冠堂町にある浄土州、西山善林寺派の総本山の寺院。通称の栄冠堂の名で知られる。三号王、正寺来号んと称する。紅葉の名所として知られ、古くより、秋は、もみじの栄冠堂と言われる。また、京都に三カ所あった、漢学院の一つでもあり、古くから学問が盛んである。空海の皇帝である。 新章宗図が、都における、新言州の道場の建立を志し、ビルシャナ仏と四方四仏を本尊とする寺院を建立したのが起源である。新章は、忍受三年、歌人、文人であった子、藤原関雄の山荘を買い取り、ここを寺院とすることにした。当時の京都ではみだりに指示を建立することは禁じられており、十年後の上岸五年、聖和天皇より、 定学寺としての直挙と、善林寺の事業を賜って、公認の寺院となった。当初、新婚衆の道場として出発した、善林寺は、中高の外される七世十字の栄冠立志の時に、念仏の来へと変化を遂げる。栄冠は、文章博士の源の国常の子として生まれた。十一歳で、善林寺の深官に弟子入りし、東大寺で、なんと六州のうちの三論衆を学ぶ。 三論集には、奈良時代の友光以来の浄土教の思想があるが、浄土の教えに感動した栄冠は、やがて熱烈な阿弥陀信者となり、日課一万の念仏を欠かさぬようになる。死神館の後を受けて、前臨時に戻るのは延休四年のことである。栄冠は人々に念仏を勧め、また、東五条の秘伝院の近くの薬王寺に、阿弥陀像を安置して、病人救済などの慈善事業も、 盛んに行った。さらに、当時の境内にも秀人と世良院を混流し、梅の木をたくさん植えて病人に役用としてその実を与えた。全輪寺を英漢堂と呼ぶのは、この英漢立志が重視したことに由来する。なお、英漢堂は、漢音読みで、栄漢堂と読むが、英漢立志の英漢は、語音読みで、洋寛と読む。全輪寺の本尊阿弥陀如来立像は、 顔を左に曲げた、得意な姿の像である。この像については次のような伝承がある。英法2年、当時50歳の栄冠が、日課の念仏を唱えつつ、阿弥陀如来の周囲を行動していたところ、阿弥陀如来が、趣味団から下り、栄冠と一緒に行動を始めた。驚いた栄冠が歩みを止めると、阿弥陀如来は振り返って一言、栄冠を阻止と言ったという。 本寺の阿弥陀如来像はそれ以来首の向きが元に戻らず、そのままの姿で安置されているのだという。前臨時十二世の聖ペン僧図は、元神言宗の僧で、当初は法念を批判していたが後に法念に帰依して念仏門に入った。法念は前臨時に獣したことはないが、聖ペンは前臨時十一世を法念に譲り、自らは十二世を称した。 法年の皇帝の将空も、聖偏の後を継いで当時に従事したと伝えられている。将空の門帝の清との時代に、前臨寺は浄土州西山派の有力寺院となり、清とが起こした西谷流の拠点の一つとして、光明寺と共に栄えた。応仁の乱の戦火によって大きな被害を受けるが、明王六年に御土御門天皇により再興をするようにとの命が出て、 復興に着手された。慶長12年には、豊臣秀頼により、摂津国四天皇寺の曼荼羅堂が移築されて、阿弥陀堂とされている。1876年には、前林寺は浄土州西山派の東本山となる。だが、1919年に浄土州西山派は、それぞれの考えの違いから浄土州西山光明寺派、浄土州西山前林寺派、 浄土州西山深草派の三つに分裂し、全輪寺は浄土州西山全輪寺派の総本山となっている。重要文化財。全輪寺本尊の阿弥陀如来立像は、見返り阿弥陀の通称で知られる、頭部を左に向けた、得意な姿の像である。像高77.6センチと三尺像形式の中では、小さい方である。 かつては、鎌倉時代の作とされたこともあったが、作風、構造等の特色から、平安時代末期、12世紀後半の作と見るのが、妥当である。作法を向くという特殊な姿勢によって、造体の正面から見るとほとんど、真横を向いてしまうため、頭部右側をやや大きく、左側を小さくすることで頭部の印象が、損なわれないよう工夫を払っている。この種の、 見返り阿弥陀の作例は、日本では本像が最も古いが、中国には北宋時代に遡る例があり、鎌倉時代以降には山形県道、森義光地蔵など若干の作例が知られている。また本像はあらかじめ知らないと気づかないほどわずかだが、左足膝を軽く曲げ足先も少し前へ踏み出した歩行の所作をしており、初期の阿弥陀行像としても重要である。これらの 見返ると、歩行の動作は、来号時に、浄土へ戻る際、往生者を見守るために振り返るのだと考えられる。1999年、重要文化財に指定。境内には、地形の高低差を生かして、多くの建物が建ち、それらの間は渡り、廊下で繋がれている。山越阿弥陀図コンドーレンゲ文金展居、2000年までに、指定の国宝、重要文化財については、 国宝、重要文化財大前別館による、ありがとうございます。